UEFA ネーションズリーグリーグ A 第2節のスペイン代表対ウクライナ代表戦が現地時間6日に行われ、ホームのスペインが4-0で勝利を収めた。DFC ヒオラモスと FW アンスファティはそれぞ、この試合での得点により、新たな記録を達成している。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、半3分には、アンスファティの獲得した PK をラスが決めて、先制点を記録。29分にもラモスがヘイングで、追加点を奪った後、32分にはアンスファティが、エリア手前左側から、代表初ゴールを突き刺した。後半には、FW フェラントーレス、代表初ゴールを挙げて、ゴールラッシュを締めくくった。3日のドイツ戦に交代出場して代表デビューを飾っていたアンスファティは初で初ゴールを記録。17歳311日でのゴールはスペイン代表の最年少ゴール記録を95年ぶりに更新るものとなった。これまでの記録は1925年に18歳344日ハットトリックを達成したフアン・エラス氏が保持していた。昨年16歳でバルセロナのプチームにデビューして以来、クラブで数々最年少記録を更新してきたアンスファテ、史上2番目に若い17歳308日でのスペイン代表デビューに続いて最年少ゴール記録を一気に1年も塗り替えることになった。一方、ラモスは故日の2得点によりスペイン代表で通算172試合に罰して、通算23得点。元アルゼンチン代表のダニ・ル・パサレラ氏の22得点を上回り、世界のサッカーで歴代単独最多の代表得点数を記録し、いる DF となった。両。